宙飛行を体験する地球で初めての生命体、人間ではなかった。登場させられていたのは一頭のメス犬だった。機密室には覗き窓が開けられていた。そしてメス犬は地球を見下ろしていた。メス犬はロシアンライカ種で、ソ連で国家の最高機密となった犬。生きたまま地球を回っている。無重力渋滞で燃え下ろしている。お前らは視線を感じた。シュメールとその子供たちよ、お前らは感じた。米国国境地帯にいて、だから空を仰いだ。そして数千頭が同時に降り仰いだ。1957年11月3日、北海道県の北の種から生まれた世界の3000頭と700頭と33頭が、ジャーマンシェパードのバッドニュースの血統につながる2000頭と900頭と28頭が、共産権、資本主義権の線引きを無視して、地上の至る所に散らばりながら、同時に、大空を見上げていた。